大家好，我是金姐，在日本，我是在日本老人院上班的一名护工。我前几天呢，给我妈买了一个手链，但是没有给我老公说。前几天呢，有人问我还在老人院上班吗？我给大家看一下，这是我们老人院旁边的一棵梅子树，我呢折两棵拿回去放在花瓶里。我还在老人院上班，每次呢，我老公在家上班的时候，都会带着我家老二来接我。开饭。干他们！不可能的，不可能的，不可能的，不可能的！哇！壊した大変なことになるよ。不可能的！じゃ帰ってらっけよ。うん。帰ったらじゃなくて、僕がもらう。うん。コアコのプレゼントかな。え？あれ何これ？前と一緒じゃん。同じじゃないよ。うん。公園とか。よく分かってんじゃん。取れない。違う、ここあげるの、ここ。ここ、破るの。取れた？あげてみて。これ中入ってるか。毎日買ってるの気がするな。もう一週間何回ぐらい買ってるの気がする。一週間。あ、やめてやめて。それはパパ買ったんだ。これ爪で切れないし。パパ。やめて。あれの破ったらね、中古になるから。はい。ダダダンダダ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 ン。あ、これ僕もらうね。あ、そのシール、私シール買ったからいいわけ。え？専用シール買ったから大丈夫。うん。すごいね。これくれるの？いくらだだけ？五万円。5500円。五万円だよ、五万円。五万円。じゃあ。で、もし作らなければ半年後、8000円から1万円になっちゃいます。ちょっと置いといてよ。それはもう一個の方。同じのあるの？同じのってあれ買った。ある。今天我教大家一个韩国石锅拌饭。前几天呢，我看见我家邻居发了一个朋友圈，说他给妈妈买了一条手链。虽然呢，那个手镯不是很大，但是上面有个金如意，非常的显眼。看着视频中他妈妈的笑容是那么的灿烂。我妈妈呢是个性格比较豪爽的女性，在我记忆里，我从小到大，我妈妈从来没有化过妆，就连护肤品都没有用过。前些年呢，我妈妈也退休了，和几个老姐妹住在一个院里，平时呢都是互相照应。我呢常年在外，没办法陪在她身边。上次呢，我妹妹给我妈妈买了一个金的转运珠，虽然呢有时候感觉家里缺什么家电了我给买，但是从来没有给妈妈买过贴身的东西。这次呢在朋友圈发现了我邻居家给她妈妈买东西，她妈妈非常的高兴。我呢就想起了我妈妈，人老了呢到底图个什么？无非呢就是身心健康，子女平安，全家团圆。辛苦了一辈子，现在终于有时间了，可以呢到处旅游转悠转悠。但是呢，年轻时留下的勤俭节约的习惯，在现在老年生活当中也是不舍得吃不舍得穿，更别说给自己买个首饰什么的。所以呢趁这次机会，我也给我妈妈买了一个，虽然呢不是很贵，但是也代表了我一点点的心意。我们家呢是我管钱，我也有自己挣钱，所以呢这次买东西我并没有提前给我老公说，也算我先斩后奏吧。但是这个钱呢终究是两个人的钱，我必须得告诉他一声。ビビンバですね。嗯。あ、キムチがあると嬉しい。キムチ。キムチビ。箸いるの？你站在边上干什么啊？就这么点。你也可以吃饭了。ビビンバ。違う違う。キムチ。
食べ方を見て。うん。食べてみる？食べてみる。キムチは嫌だよ。あたし、あ、こっち今少し食べてみる。いただきます。うん、これチーズ入れたら。今恐れてます。いや、こっち、僕チーズ入れないで。うん。美味しい。美味しい。うん。うん。うん、美味しい。美味しい。うん。美味しい。うん。キムチ食べる。何？你快来吃你的吧。いや、ママが座ってるから無理だよ。ママが座ってるから無理だよ。うんうん。箸箸自己去拿吧。あとスプーン。出てきます。うん。うん。僕日本人じゃないので、本当日本人じゃないので。うん。まあ中国人だから中国から生まれてきたと同じなんです。うん。だからちょっとやり方が分かる。うん。行吗？嗯。行。真好，真棒！下回有奖励哈。再说两句中文，我听听。嗯。再说两句中文啊，好不好？好。嗯。真好。挺好，嗯，真好。嗯，那你？挺好。挺好。挺好，挺好。挺好。挺。挺叫呢？挺。挺好，挺好。这什么呀？这是说的挺好哈。挺好，イヤホンね。イヤホンじゃないよ。特にイヤホンって言ったからイヤホンと。挺好，特影挺。ティアホンって言ってたじゃん。まあまあよかった。うん、ティアホンって言ってたじゃん。うん。だからイヤホン。うん、似てるね。うん。なんだ？味噌汁中ね覚えてんの？自分の味噌汁見ればよ。中の味噌ね。味噌は絶対に動くよ。うん。びっくりした。なんか動いてて虫が入ってるかと。いや、それはそうでしょ。味噌汁の味噌は動くんだから。動くね。水の中に、ね、水の中に入ってる。スープの中で。水の中と同じだから。そうで、在湯里。川に流れてると同じなんじゃない。うん。でもこれでずっと待ってるは動かなくなる。うん。うん。うちのお母さんにアクセサリー買ってあげたの。いくらしたの？5万ぐらい。谢谢大家看到这儿，我是金姐，在日本，下期再见。